なんとか平熱になりました。大丈夫です。なんかまだ喉腫れてて咳めっちゃ出るんですけど大丈夫です。あーそうなの、4部完売ありがとうございます。嬉しかったです。めっちゃ全然無理してない。なんか昨日の公演でその5期生オーディションの発表がされて、それについて私7時くらいにメール送ったんですけどなんか届いてないと思うので多分なんかそう届いてないよね。そうなんか4期ちょっとごめんね、なんか言葉がうまくまとめられないんだけど、なんかこの5期生オーディション後輩、初めての後輩っていうのですごい楽しみな気持ちもあるんだけど、なんだろう、4期生はもうな気持ちの方が大きくて、今はなんかまだ4期公演すらしてないし、本公演も4期はまだ4人しか出れてない状態で、その個人の SNS もなくて、もう多分圧倒的に経験値が足りないっていうか、その語気が入ってきても先輩として何か言えることは何もないんですよ今の4期に。ごめん前髪が浮く。ごめんなさい。でなんかそんな私たちが先輩としてなんか語気に対して何かアドバイスとかはなんかまだできる立場じゃないなってすごいみんな思ってて、なんかもちろんその5期のオーディションに対してすごい嫌だなとか思ってるわけじゃないんだけど、すごいワクワクした気持ちもあるし、どんな子が入ってくるんだろうってすごい楽しみな気持ちもあるんだけど、やっぱり不安とか焦りの気持ちの方が大きくて、そのブースティーのコンサート、ライブか、ライブでもなんかそれを思い知らされて、私たちより後に入ってきた7期生、 HKT さんの7期生の方がなんか全然余裕があったというか、なんか経験値が違うなってすごい感じて、で NGT の4期生って多分そのファンの方からしたらダンスのクオリティが低いとかレベルが低いとか思われてるっていうか、なんて言うんだろう、なんかそういうムーブがあるのは私たち4期生もみんな分かってて、で
も今は私たち4期生はその頑張りどころっていうのが主に前座とか、あと何がある、前座と配信しかなくて一体どこで何を頑張れば4期生はこう5期生が入ってきた時に先輩としてこう出迎えてあげられるのかっていうのがちょっとまだ分かんなくて いろんな気持ちはあるけど、とりあえず5期生舐められないように、確かに。でも5期生にはなんだろう、 NGT に入ってすごい辛いなとかしんどいなとか、アイドルならなきゃよかったなっていう思いは絶対にさせたくなくて何て言うんだろう、5期生には NGT 入ってすごいアイドルなってよかったなって思ってもらえるようにしてあげたいんだけど、そのためには私たちはどういう先輩になればいいのか、全然経験を積めてない私たちがどうすればいいのか全然まだ分かってない。でも5期生が入ってきたら私は絶対に、なんだろう、ちゃんと、まず私はこれはもう当たり前のことで基本中の基本なんだけど、挨拶されたらちゃんと挨拶返したいし何だろう、なんて言えばいいのかな、例えばリハの空気が悪くても、リハとかレッスンの空気が悪くてもどれだけ自分がなんて言うんだろう、ちょっとイライラ、言い方悪いけど、どれだけ自分がイライラしてても後輩に当たるような先輩には私はなりたくないしだからちゃんと、なんだろう、本当に私はこの1年間を通して何だろう、こんな先輩になりたいなっていうのがまとまってきたから、絶対それを、何だろう、ちょっと言葉がまとまらないんだけど、卒業発表しません、大丈夫です
やってもらってっていうか、やってもらってないことを私はしてほしいなって思ったから。ちゃんと5期生には頑張って、本当に頑張ってるなって時にはちゃんと頑張ってるねって言ってあげたいし、辛い時にはちゃんと話聞いてあげたいし、だからその辺は私ができることは全力でしたいと思ってるから、5期生は安心して入ってきてほしいな。って思ってるんだけど。私番長なの？テロップ出しとこ。風邪ひいてます。だったんだよ。昨日公演さ、本当は6人だったんだけど、コマがね体調不良でお休みになっちゃって、私もあんまり体調がいい方ではなくて、朝からなぎた無理しないで、あーあゆー大好き。昨日は曲が変わったんですよ、人数変わっちゃって。それで昨日本当はちょっと待って、昨日本当はやる予定だった曲が私にとって本当に絶対に出たい曲だったから、すごい変わったのショックだった。そう、朝っていうか準備してる直前に、そうコマが休演だったの言われちゃって、ちょっとショックだったけど、大人になる前にも好きだから全然 OK。いいよあゆ、全然本当にわかるよ。本当だ、アイコンがあゆのおもちゃんのアイコンなんだけど。そう、なんかいろいろ言いたいことはあるよね、4期生は今。でも前座だけでもちょっと会えてよかったです、みんなと。お見送りは参加できなくて申し訳ないけど。規制でよく話し合ってください。もうね、みんなでずっと話し合ってるんだけど、ずっと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 本当にずっとみんなでどうしようどうしようって、 NST 祭りでパフォーマンスが良くないって言われて、それもどうしようで、みんなで
考えたり、先輩からお叱りを受けた時にもどうしようって、みんなでめっちゃ話し合ったりはしてるんだけど、何か4期生が変わるきっかけが できることを祈る、本当に心から。今のままじゃ何も変わらないし、何もできないし。なんか、なんだろう、ブースティーも結構その HKT さんの7期生と4期生で比べられて4期生って言う声が結構多いっていうのを聞いて、そりゃそうだよなって私思って、それは4期みんな感じていることだし、分かってるし、だからみんなでもっと頑張らなきゃいけないんだよね。で、どうやって頑張ろうってなってる時に5期生オーディションが発表されたから、4期みんなで、どうしようどうしようってなってるところでございます。お大事に、ありがとう。もうね、熱はないんですよ。昨日までは結構上がったり下がったりしてたんだけど。うん。喉大変。そう、昨日大人のソロ歌い切れるかめっちゃ心配だったけど、ちょっと声が裏返ったくらいで済んだ。なんかさ、4期生の中でもやっぱり差がついてて、この子は将来のエースだとか この子はもう他の子とは違うとか、それって何を根拠に言ってるのか分かんないけど、その他の4期生も見れるような場所で言うことじゃないと思うしこの子が一番可愛いとかさ、それってさあなたの意見ですよね。それはっていうのがすごい多いからさそれを押し付けないでほしいよね、本当に。もう
気がどれだけいろんなことに耐えてるか、きっとなんだろう、なんか4期は失敗作だって、なんかそういうムーブが、そう、なんかあるけどさなんだろうなんかさ、自分たちの見えないところでさ、見えないところもあるんだから、陽気がどれだけしんどい思いしてるかとか、なんか見えてない部分もあるのに、なんでそういうこと言えるのかなって。本当に思います。なんかある程度のスルースキルが必要なのも分かってるんだけど、スルーし続けてたらもう本当に4期みんなのメンタルが持たないし、何も変わらない。エゴサとかじゃなくて、4期みんなでそういう話が出てるんですよ。私はエゴサとかはできるだけしないようにしてるんだけどさ、本当に厳しいよ。本当にこの配信は私だけの意見じゃないと思っててほしい。4期みんなが言ってることを私が代弁してると思って聞いてほしいです。ね、なんかね、本当にそう前座しかない今は。あんまりはっきりとは言えないけど、4期生は頼れる人がいない
ていうのが事実だから。それはスタッフだけじゃないし、だから頼れる人がいるならもうとっくに頼ってるからね。意味わかる。うん、お願いだからさ、何か変われるチャンスがあるといいなって思います。うん、4期は今不安と焦りでいっぱいです。なんかこういう配信するとなんかもうやめるんじゃねとか言われるけど、やめませんからね、言っとくけど、根気強く言い続けてやりますよ。生きて生きるけどさ、5期生には絶対辛い思いさせたくないな。しんどい思いさせたくないし。アイドルならなきゃよかったっていうのも私は絶対思ってほしくないしさ。おはようございますって言ったら、おはようって返してあげたいし。しんどそうだったら話聞いてあげたいし、ちゃんと胸を張って先輩ができるように、頑張っていきたいな。
挨拶の小口でさやり直しとか言ってさ、そんな面倒い先輩にはなりたくないしならないし大丈夫だよ。どういう子に入ってきてほしい。なんか NGT 愛がとかよく言うけど、別に愛がなくてもいいと思うんだよね私はね。なんか私こそがっていう子が入ってきてくれた方がグループの成長につながると思う。私が何言ってんだって感じだけどさ。でも実際その私のパフォーマンスが、なんだろう、言い方悪いけどファンの方からお金をもらえるレベルじゃないっていうのは分かってるから、それは努力して頑張っていこうと思ってるけど。不安だよね、すごく不安。ちょっと自信なくなってきたので配信やめます。ああこんなに暗い配信する予定じゃなかったの。なんかあまりにもみんなの配信見ててしんどくなっちゃったから。ファンとして何してあげればいいや。なんか4期の現状をちゃんと把握しておいてくれれば、私たちはそれだけですごい助かるというか。風の巣頑張って頑張ります。本当はさ大釜の4部完売になったから、それみんなにお礼言おうって思ってたんだけどさ、さっきのはらちゃんのさ配信見ててさ辛くなっちゃって、お医者さん行きました。でも風邪って言われた。普通に完売のありがとうっていう配信はちょっと風邪が治ってからしますね。ごめんね。違うんだよはらちゃん、違うの、言わなきゃなって思ったの。全然あやのせいじゃないから、本当に。違うからね、あゆ全然。風邪治す、私も大好き、あゆラブ。ちょっとネガティブな配信になっちゃったけど、4期みんなでこれからどうしていくのかっていうのをちゃんと話し合って、いろいろ頑張っていこうと思うので、心ない言葉はそこそこにそこそこにというかしないでほしいけど。
お願いしますね。多分4期みんな今こんな感じだと思うけどさ気にしないであげてよろしくじゃあみんな季節の変わり目だから風邪ひきやすいと思うんだけど、あと風邪流行ってるらしい風邪流行ってるらしいうっ風邪流行ってるらしいから気をつけてねほんとになんか流行ってるらしい、のどかぜが。気をつけてね。全然説得力、確かに流行りにはそう乗るタイプだから風にも乗っちゃった。気をつけてねみんな。おやすみ。ごめんねこんな配信しちゃってバイバイ。